皆さん、こんにちは。今回は、2022年冬シーズン、最も話題となったアニメ、その着せ替え人形、ウィスクトールは恋をする、の魅力を検証していこうと思います。あらすじから紹介します。原作は、ヤングガンガンにて連載中。 アニメは、グローバーワークスが担当しています。ひな人形職人を目指す男子高校生、五条赤菜。彼は、将来、ひな人形職人になろうと、小学生の時から、祖父から学びながら修行していました。真剣に職人を目指す反面、同世代の流行には疎く、なかなか、 クラスに馴染めずにいる、純朴な男子高校生でした。一方、同級生の北川マリンは、クラスのマドンナ的存在、五条くんとは、全く交わる部分がない、ギャルでした。まるで物世界の住民のようなマリン。しかし、ある日をきっかけにマリンと、 五条くんは、秘密を共有することになる。その日から、二人の世界が動き出すという話です。少し追加で語りますと、ひな人形職人と珍しい世界に魅せられている五条くん。そんな彼は、美しさへのこだわりがあります。その部分が女性的であり、 マリンと共感する部分が多いのでしょう。ある意味、フェミニンと言っていいのでしょうか。マリンは、同性や異性から憧れられるようし、五条くんとは全く交わることがないような存在でした。しかし、五条君くんとは異世界にいる彼女が、五条君くんとへのリスペクトもあり、 急殺菌していきます。この設定が読者や視聴者に共感や面白さを感じさせてヒットしたのではないでしょうか。海外のサイトを見るとおおむね好評でした。日本独特のコスプレ文化が海外でも受け入れられているようです。海外で 5段階評価位で5が80%、4が15%、合計で95%が高い評価を示しています。どうしてこのような評価となっているのか分析してみようと思います。キャラクターは冒頭で説明をしましたが、繰り返します。 五条くんはとにかく一途、職人を目指すのも、コスプレ衣装を作るのもです。愚直で真面目、ただ、他人と興味を共有できないので、疎外感を感じている純朴な青年です。アニメやゲームなどオタク気質の人にとっては、共感できることではないでしょうか。私も、 職場でアイドルオタクをバカにしている人を見たことがあります。まあ、その先輩は年上で40代この地でした。アイドル大好きでファンとして活発に活動していました。一般的に痛いと評されることが多いでしょう。周囲に理解されない人は 必然的にぼっちになります。五条くんも同様で、ひな人形への情熱を同級生の女の子に小学生の時に嫌がられたというトラウマを持っています。五条くんがイケメンでも嫌味がないのは、こういった設定だからではないでしょうか。次に、 北川まりんちゃん。モデル級の美少女。誰もが憧れ、屈託がない性格。外から見ると、彼女ほど恵まれている女の子はいないでしょう。ただ、一つ、彼女の秘密はコスプレでした。これで五条くんを見下すような女の子だったら、 視聴者にも嫌われます。五条くんの裁縫ができるところをリスペクト。他に、五条くんのひな人形への思いを肯定する。そんな彼女のオープンな性格が、嫌味がなく、疲れている要因だと思います。昨今、流行している鬼滅の刃や呪術回り線のような、 アニメにはない、オタク賞さんが受けている。そんな風に思います。視聴者が全員がアニメオタクではないでしょうが、多かれ、小なかれ他人から理解されない、趣味を持っている人には共感しかないでしょう。アニオタには受けるしかない設定です。次に設定。 知識ゼロでも見れる内容です。ひな人形やコスプレについて深い知識があるような人は少ないです。五条くんやマリンちゃんから少しずつ学ぶことができるのは知的好奇心を刺激されるでしょう。マリンちゃんが純粋にアニメオタクであることもいいところです。 高びしゃな女の子であれば不快でしかないですから、個人的にはコスプレってこうやっているのか、そんな驚きもありました。胸を潰す補正下着のようなものがあるとか、少なくとも男性視聴者には全く興味がないところでしょう。しかし、 胸が大きな女の子は、どうやっているのか、アニメで出てきます。なるほど。そう思った人も少なくないのではないでしょうか。アニメ王道の恋愛への発展。あくまで軸は、コスプレ。五条くんのコスプレ、理解し、一生制作をしていくようが面白いです。 一方、マリンちゃんは、徐々に五条くんのことが、気になり、好きになっていく。こんな展開が見ている人の興味を引く、のではないでしょうか。バトルや、ミステリーのような、主目的があり、それに向かって、謎解きや戦うのは違います。コスプレだけでは、 面白い話がなかなか描くことができないでしょう。作者はコスプレをテーマとしてラブストーリーを描くことで面白い展開にできたと思います。現時点で10話まで終了しており、五条くんが別の女の子と彼の部屋でコスプレを作ってあがったと、 聞いたマリンちゃんを嫉妬します。こういったピュアな反応が、マリンちゃんを可愛いと演出できていました。この先、マリンちゃんと五条くんどうなるのか、視聴者は気になって毎回釘付けになるでしょう。メインストーリーとサブストーリーが、うまく融合しているからこそ、 このように受けていると考えます。ネット上での評判を拾ってみました。五条くん、かっこいい。マリンちゃん、かわいい。キャラクターがキラキラしていて、面白い。漫画を、満喫で、一気に全部読んだ。五条くんの思いやりや優しさに惚れる。少し、 コスプレに興味持った。このような意見が出ていました。作者としては大成功ではないでしょうか。最後に私が成功した要因として、クローバーワークスの作画の綺麗さもあると思います。ラブコメは作画が重要です。ヒロインが可愛く、 ヒーローがかっこよく描かれなければ受けません。例えば、キングダムは初期の作画めちゃくちゃでした。でも、中国の歴史ものということで、視聴者も、そこは我慢して見ていたと思います。近年では、鬼滅の刃の作画も賞賛されています。から会場図の高木さんも、 作画がノスタルジックで受けています。作者もクローバーワークス制作で作画を見て嬉しかったと邪推します。シーズン2でまたマリンちゃんとゴジョウんに会える日が来ることを期待したいと思います。